えと今日はですね、ネットから、えー、と外人さんや、それからバイリンガルの日本人の方が話している英語を聞いて、で私が、えー、よく日常を使うフレーズをその中から選んでみました、そのまま使うわけにはいかないので、私が、まあ、名前とか、それからそうですね、買っているだったら、何かをもらっているみたいに、ちょっと変えながら、えー、と作ってみました。 でその人たちの、えっと、全体像をいろいろここに打ち込んでここに AI に作ってみるもらったら、えっと、こんな感じになりました <laughs> こんな感じの絵になりましたのでこの方が話していると思って、えーまあ、聞いてくださいで一緒に繰り返し言ってみましょう本当に言ってる使ってる言葉なのでっていうかこういう言葉しか使ってないんですよじゃあここから行きますねだからから日本語から行きましょう一緒に読みます1、2、3。 だから、この言葉を言っているとき、So, as you are saying this phrase. という場面、I've seen where. 実際にバイクを買っている。Actually, buying a new motorcycle。分析に時間をかける。 Take the time to analyze. それから新しい文章を作ってみる。Then try forming a new sentence.Ya,、yeah, 元気 ?Hi, what's up? 私が驚いたことは One thing that surprised me. 違うのよ。 It's not the same. それはないわね。No, not like that at all. でこの女の子はそんな感じで言ってたんです。はい、ちょっと顔違いますけども,もちろんね。これあの、えー、アニメになっちゃったんで、えー。それから、これ今言ったっけあ、そうだね。期待通りね。It lives up to my expectations. 君たちもうご飯食べた ?Have you guys had dinner yet? これはね、男の子が言ってた内容でしたね。はい、それとみんな親切ね。これ日本に来た外人さんが言ってた言葉でしたね。People are very nice as well.